皆さん、こんにちは、モノモースです。今日は非常に興味深いニュースを見つけましたので、それについてお話ししたいと思います。経団連が発表した大手企業の夏のボーナス平均額は、1981年以降を最高額の98万3112円に達したというニュースです。これは本当に驚くべき結果ですが、これについて少し掘り下げてみましょう。まず、経団連の調査によると、97社約5 0万6000人の従業員のボーナスは、去年に比べて4.31%増加し、3年連続で前年よりプラス ラストなったとのことです。ニュース自体は喜ばしいことのように見えますが、実際にはどうなのでしょうか？コメント欄をご覧いただくと分かるように、多くの人がこの結果に対して異なる意見を思っています。例えば多い人は余るほどもらい、少ない人は全然足りていない。この格差社会で平均額に何の意味があるという意見一理ありますね。平均額だけでは、実際の分布や格差の広がりを考慮していないのです。例えば、高給与の企業と低給与の企業の差が拡大している現実はあります。この平均という数字が一部。の人 人々には希望を与えるかもしれませんが実際には平均以下の生活を送っている人々にとっては無視ろ失望を感じさせるかもしれません。そして他のコメントを見ても大手企業のボーナスは大きくても中小企業の従業員にとっては全く違う現実に直面していることがわかります。このような格差は経済全体に多大な影響を与える可能性があります。一方で成功をつかんだ方々の意見も興味深いです。ある方は派遣から始まり正社員としての道を歩んでついに91万円のボーナスを受け取るようになった。 と述べていますこのような成功例は希望を持たせるものですがやはり全体のトレンドを見逃してはいけません結論としてこのニュースをただの良いニュースとして受け取るのではなくその背後にある様々な現実にも目を向けるべきでしょうボーナス額が上がることは一部の人々にとってはポジティブなことかもしれませんが格差や地域差産業別の違いを無視してはいけないのです皆さんもぜひご意見や体験をコメントでシェアしてくださいそれではまた次回お会いしましょうモノモースでした